それでは次に、二次行列の性質、二次行列式の性質を見ていくことにしましょう。はい。えー、前回やりましたように、二次の正方行列 ABCD に対して AD、AD-BC のことを行列式というのでした。これは、AC や BD、あるいは横、横、横の行ベクトルですね。えー、1行、2行。 がゼロベクトルであれば1列目や2列目あるいは1行目2行目がゼロベクトルであればゼロになるという性質がありますまた一致していれば1列目と2列目1行目と2行目が一致していればゼロになるという性質がありますこれは式を見れば明らかですね A と B が等しい C と D が等しければ AD-BC はス B C は ゼロになりますねまた列または行を入れ替えると符号が反対になるということがわかります例えば列を入れ替えるとこのように BC-AD になってマイナス括弧 AD-BC つまり符号が逆になるわけですねまたこの式は AC つまり 列ですね、この列の列ベクトルの成分に関して定数項のない一時式になっています。それは BD やあるいは横の行 ABCD に関しても全く同様のことが言えます。つまりこれは ACBD それぞれに関して線形写像になっているつまり行列から行列の集合行列全体の集合から 実数へのま対応とか写像と見たときに線形性を持つということですねはい。ですからまあ行列でかけているわけですこのようにまあ行列で実際かけているわけですねではこのような性質この列挙したこの性質5つの性質ですねこのような性質を持つものは他に行列式以外にあるでしょうかということを次に考えてみたいと思います